事件現場となった、ハトシェプスト女王イデン遺跡ルクソール事件とは、エジプトの著名な観光地であるルクソールにおいて、1997年に、イスラム原理主義過激派の、イスラム集団が外国人観光客に対し入った、無差別殺傷テロ事件。別名、エジプト外国人観光客襲撃事件。この事件により日本人10名を含む、 外国人観光客58名と警察官2名を含むエジプト人4名の合わせて62名が死亡、85名が負傷した。なお犯人と思われる現場から逃亡した6名は射殺された。イスラム原理主義勢力は1981年に当時のエジプトの指導者であったサーダーと大統領をイスラエルと国交を結んだ裏切り者として暗殺し、 さらに1992年頃からは、エジプト国内で政府の役人や外国人観光客らを標的にしたテロを続発させていた。観光客を標的にしたのは、エジプトの重要な歳入源である観光収入をテロによって激減させ、経済に打撃を与え、それに伴う政府への不満を煽って、政府を転覆させ、イスラム原理主義政権を樹立させるという企みからであった。 事実、観光客は激減したため、エジプト政府は1995年から観光地の警備を強化し、武装原理主義者の大規模な取り締まりを行っていたが、1997年9月18日には、カイロのエジプト考古学博物館の前に停まっていた観光バスが襲撃され、ドイツ人観光客ら10名が死亡し、エジプト人15名が負傷するテロが起きた。 この事件の被疑者に対して10月30日に死刑が宣告されており、この裁判に報復する目的で、1993年の世界貿易センタービル爆破事件の首謀者、オマル・アブドラフマンが組織したイスラム原理主義テロ集団イスラム集団が計画したのがルクソールにおけるテロであった。1997年11月17日午前9時ごろ、 ルクソールの王家の谷近くにある、ハトシェプスト女王総裁殿の前にて、外国人観光客ら200名に向けて待ち伏せていた、少なくとも6名のテロリストが、主営を襲撃した後、無差別に火器を乱射し弾薬がなくなると探検で、襲ったという。この襲撃で、スイス人、ドイツ人、日本人ら観光客60名が殺害された。犯人らはタクシーを強奪し、 さらには観光バスの運転手を脅迫して逃走しようとした。しかし、収入の糧である観光客を殺傷した犯人を逃がすまいと怒った住民の一部と警官隊に行く手を阻まれ、犯人らはバスから降りて銃撃戦をしながら逃走したが、最終的には全員が射殺された。テロのためにエジプトの外国からの観光客現象に拍車がかかってしまった。 相次ぐテロに対する責任を負わせるため、エジプトのムバーラク大統領は治安担当の内務大臣を事実上更迭した。また当局は、さらなる相当作戦を実行したため、エジプトでは大規模なテロ事件の発生は、この事件以降沈静化したとみられる。ありがとうございます。